うも皆さんこんにちは。レッドです。私はね、結構前から気になってる工具があったんです。プラズマカッター。プラズマカッターっていうのは金属を簡単に切ることができる道具です。今までなぜ導入をしなかったのかと言いますと、金額が高いのと色々商品がありすぎて、どの商品を使っていいか正直わかりませんでした。なので渋々ね、サンダーとかで鉄板を切ってたりとかしてたんですけど、これはこれでね、結構大変です。大変なんだよ。そこで今回はね、とあるメーカーさんから提供いただきました。スズキットさんです。こちら。APC-15E です。約5万円のプラズマカッターです。よいしょ。今回はこれだけじゃないんですよ。APC-15S。こちら約10万円します。今回はこの5万円のモデルと10万円のモデルで、どのように性能の差があるのかをね、比較していきたいと思います。それではプラズマカッターの比較作業、レッツスタート。今回はスズキットさんからプラズマカッターを2種類提供いただいたので、果たしてどのような性能の差があるのかをチェックしていきたいと思います。 APC-15E から上げていきます。まずは本体、取扱説明書と消耗品のチップみたいなのが付属されております。もう取り出したらまんまこの状態なので、なんかすぐ使えそうですね。こちらがアースクリップ、そしてこちらがトーチになりますね。そして操作パネルは電源のオンオフと出力電流の調整のダイヤルがついているぐらいです。そして本体の裏にレギュレーターがついています。ここで圧力調整と、水抜きがねできるような感じになっています。エアーは 0.3 から 0.4 メガパスカルの設定にね、なるように調整して使うみたいです。続きまして APC-15S です。まずは取扱説明書と消耗品のチップ。続いて本体。トーチのサイズがね APC-15E よりかは大きいです。あとここに誤作動しないように保護カバーがねついています。そしてこちらアースクリップなんですけど、めちゃくちゃアースが太いです。5倍ぐらいはなんか太さが違いますね。ちなみにね、トーチの大きさもこれだけ違いがあります。先端のねチップの形も若干違います。で、一瞬ね 200V かなって思うんですけど、 100V で使えます。そして操作パネルも一緒で、電源のオンオフと出力電流の調整がついてるだけです。そしてね、裏にもレギュレーターが同じようについているんですけど、エアー圧力が 0.35 から 0.45 メガパスカルになってるので、 0.05 エアー圧力がねちょっと強くなってる感じです。まずは APC-15E から使っていきます。コンプレッサーにつなぎます。そしてエアー圧を 0.3 から 0.4 メガパスカルにします。そしてコンセントをプリッ、電源を起動させてトリガーを引いてエアーが出るかを確認します。ちなみに強くしても弱くしてもエアーの出る量は一緒です。離してもしばらく出ますね。そして今回カットするのに使っていく材料はこちら。そして今からカットをするときにエアーと同時に火花がねものすごく飛び散るので、ブロックを全面囲んでしまうとこう手前にね飛んでくる可能性があるので、こういったね逃げ場を作っておくことをお勧めします。そしたらこちらのアースクリップをカットしたい場所から離して挟んでいきます。そしてね、火花が飛んでくるので保護具はね絶対つけておきましょう。はい、OK です。まずは出力を一番弱い状態で使ってみます。出力が一番弱い状態だと鉄の3ミリはね切れません。今度は出力を半分にしてみます。カットはできたんですけど、ちょっと時間がかかるので、今度はマックスを出力にしてみます。おー、そういった複雑な切り口も簡単に切れます。続いて 4.5 ミリの金属。マックス出力で今ずっと使ってたらブレーカー落ちましたね。4.5 ミリはちょっとやっぱ厳しいですね。次にアルミの 0.8 ミリです。あっという間に切れますね。出力をね、一度一番弱い状態にしてみます。一番下にするとさすがにね切れません。真ん中の出力でいこう。アルミなら 0.8 サクサク。続いてアルミの 1.5 ミリ。そして次にアルミの 3ミリ。3ミリでね、通常の出力だとカットができませんね。出力を13にしました。これはマックスじゃないと切れないかも。3ミリがギリギリ切れるかなっていう感じですね、アルミ。続いてステンレスの 0.5 ミリ。出力11。ステンレスの 0.5 ミリは余裕です。続いてステンレスの1ミリ。1ミリも全然余裕。そしてステンレスの2ミリ。通常の出力だと切れないですね。出力をマックスにします。おお、余裕、超余裕。ブレーカーが落ちちゃった。予想していた厚みよりかは切れているんですけど、やっぱコンプレッサーとプラズマカッターを使ってしまうとどうしても電気が落ちてしまうみたいです。それでは APC-15S の出力が11の状態でやっていきたいと思います。待って、切り口全然違うんやけど。あとね、めちゃくちゃ安定して切れます。お、一応出力マックスにしてみます。切れ方がね、すっごいスムーズで、さっきまで厳しかった 4.5 ミリ、おー、ちょっと早いか。あ、切れてるわ。そしてアルミの 0.8 ミリ。早っ。めっちゃ気持ちいい。めっちゃ気持ちいいぞこれ。続いてアルミの 1.5 ミリ。なんか紙切れをね切ってるみたいです。続いてアルミの 3mm。 まあそんなストレスなくね、アルミの 3mm も全然切れます。ステンレス板。まあ 0.5mm は余裕すぎる。ステンレス板 1mm。サンダーとかだったら絶対こういうの切れませんからね。ステンレスの 2mm。 コンプレッサーが回りました。今 4.5mm の鉄を切ってたんですけど、出力はマックスにしてました。で、スタートする時にはコンプレッサーの容量はマックスの状態でスタートしたんですけど、ここからスタートして、ここまでコンプレッサーが回ってませんでした。コンプレッサーとプラズマカッターが同時に起動した時ぐらいにブレーカーが落ちました。エアー効率がね、めちゃくちゃいいんですよ、こいつ。ちなみにこいつがちゃんと切れてるかってのがね、気になりますね。これはプラズマカッターだからできるカットの方法です。はい、こんな感じでプラズマカッターだから切れる、こういうね切り方もできます。トリガーを押してどれぐらいでねコンプレッサーが回り出すのかをチェックしてみます。よーいスタート。使い出して1分47秒を使って 0.2 メガパスカルを消費した感じです。さあもう一つの測定をしてみましょう。よーいスタート。31秒です。まあ、最大出力で使うことを前提にすれば、31秒で 0.2 メガパスカルを消費してしまうので、あんまり連続使用としてはね、向いていません。ということでね、実際使ってみた結果なんですけど、コンプレッサーとこのプラズマカッターが同時に動くとなるとブレーカーが落ちます。コンプレッサー自体もね結構出力が高いのでその2台が同時に動いてしまうのがまずいんでしょうね。なのでブレーカーの大元の電源がこのプラズマカッターとコンプレッサーが別々のところであれば使い勝手はいいかなと。でもう一つのやり方としてはコンプレッサーが溜まった後にプラズマカッターを使用してコンプレッサーが回り出したら止めてコンプレッサーのエアー量が溜まったらまた使い出すっていうやり方が一番いいと思います。その面を考えると APC-15S です。エアーツの方はね、こっちの方が 0.05 メガパスカル高いんですけど、まあそれでもね、全然エアーの消費量が違ったので、少ないエアー量で出力が高い状態で結構使えるのがポイントです。しかもね、出力が結構高いのにもかかわらず、一番最高出力でずっと使ってたんですけど、全然ブレーカーが落ちる気配がありません。コンプレッサーとセットになった時だけ、ブレーカーが落ちる感じです。そしてね、トーチの先端のこのチップのサイズがね若干違います。この先端の角度が浅いので今どこを切ってるのかが分かりにくくなります。一方こちらはね角度が結構ついているので今どこを切ってるのかが分かりやすく見えます。そして 15E と 15S の大きな違いを説明します。 15E がタッチスタート、 15S がパイロットアークです。まず 15E で何もない状態でトリガーを引いてみます。ただエアーが出るだけです。一方 15S はトリガーを引くと最初に火花みたいなのが飛び出しました。実際に使ってどういうことなのかを説明します。今金属の上に塗装がされているのでタッチスタートだとこの塗料の上からスタートしようと思ったら塗料が邪魔で反応しません。もうスタートしようと思ったら塗装がされてなくて金属がちょっとむき出しのところからこの金属部分に触れてる状態でなのでタッチスタート式は金属に触れてる状態からではないとスタートができない。そして 15S こちらはねパイロットアークなので塗料の上からでもスタートができます。で切り方は汚いんですけどねガス切断では切断幅が大きくなるんですけどプラズマカッターは比較的に切断幅が狭いっていうのが特徴です。無駄にね金属を切りすぎるっていうことがありません。まあ今後はね APC-15S を中心にいろいろね動画を撮っていく予定なのでよろしくお願いいたします。それではあなたのカーライフが楽しくなるようにレッツカーエンジョイ。今回紹介した商品は下記の概要欄に載ってますので興味がある方がいましたらチェックをよろしくお願いします。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるのでよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。Twitter、Instagram をやっていて動画を配信するより先に最新情報が載ってることがあるので気になる方がいましたらフォローもよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。